通の武器では倒しきれないはずだ。動きは封じた。今のうちに拘束して。その女神の聖獣にゼムリアストーンの武器は通じない。唯一通じるとすれば、魂で錬成した終末の剣のみ。さあ、そのまま。なんだね、ゲオルグ。何？わかった。こちらに映像を送りたまえ。シェラ君は仕方ないとはいえ、なんとかミラーとも合流できればよかったんだが。少々遅れそうだが必ず駆けつける。それまで無茶はするなよ、オリビエ。仕方ないですよ。完全に足止めされてましたし。だが、とんでもない代物が現れやがったな。着陸次第中に入るとしよう。その前に一仕事必要になりそうではあるが。ああ、よっしゃ、来やがったか、オリビーさん。こちら巡洋艦カレーサスである。結社の構成並びに両兵団は即刻戦闘を中止せよ。繰り返す。光の検証もゼロ駆動もいそうやな。どうしようか、ゲオルグ君。最強の援軍だね。よかった、これで。ゼノたちでも厳しいか。なんだ。さて、いかがしますか。
よせ、何のつもりだ。あれは端末。甘く見ていたか、シェラ君。すまない。悪いな。はい、女神よ、願わくば娘よ。するかい。あれ、ジョルジュ君が。だから言っただろう、アンは死んだって。が生きていたこと、一体いつから気づいていた。最初からです。もともと何かある人だとは最初から思っていました。これでようやく全貌がつかめました。ハイアームズの若様、結界はしばらく持ちますので、お任せしてもよろしいでしょうか。構わないが、あなたはどこへ。スポンサーの要請を果たす必要がありまして。急げ、すぐに離陸する。イエス、コマンド。来たか、魔女殿。すべてはミルディーヌ様の予測通りになってしまったな。北方戦役を貴族連合軍が引き受けた流れといい、あなたが第二に就任した仕込みといい、お辞儀とは比較にならない軽眼ぶりね。王子が消えた以上、残る指し手は彼女だけでしょう。王子や光の検証はもちろん、金髪の遊撃士さんも惜しい人たちを亡くしたわね。ああ、さらばです、シオ。しかし肝心のお姫様は未だ死地にあるけど、お救いしなくていいのかしら。必要ないと仰せだ。こたびの盤面、最後まで見届けたいとのことでな。パンタグリエル、発進準備完了です。お二方。うむ。さて、行きましょうか。
父上。ラウラさん、しっかりしろ。もう一度くらいやり合いたかったんだがな。せめて女神のもとへ。閣下、それに殿下も、これでよろしかったですかな。ああ。さらばです、兄上。問答無用の爆破テロか。両兵同士ならありだけどさ。そんなのって、アリサ、ラウラも。まずいな。リー、離れなさい。僕の出番かな。すまないね、クロウサギ君。でも仕方がないんだ。ちょ、何やってんのよ。まさか。せめて苦しまないように。なくちゃ。え、守らなきゃ、守らなきゃ。リーンさんを、ユーナさん、クルトさんを、ユゼさんに、アッシュさん、ミリアムさんに、他のみんなも。彼女が手に入れたものだろう。ここまで感情が育つとは。来て、クラウソラス。ダメ、その衝撃じゃ足止めにもならない。逃げろ、アルテラ。ミリアム、ミリアムちゃん。バカな、何を。クソ。ほう、リーさんたちを守るのも。まあまあ、お姉ちゃんに任せときなって。スペック的には同等、ちゃんと役目は果たせるよ。ううん、役目なんかどうでもいい。リーンにユーシス、アリサにフィーニー、ラウラに院長、マキアスにエリオットにガイウス、さらにアーちゃんも、みんな守ってみせる。やめろ、ミリアム。やめてくれ。守れ
根源たる虚無の剣。
ってるんだ。おい、今変な感じがしなかったか。ああ、何か黒いものが駆け抜けていったような。助かったのか。よかった。それにしたって指揮者、なんで俺たちがこんな目に。皇帝陛下も撃たれて、あのカエジャスまで。一体誰がこんなことを。ですが、今回の件で再認識しました。今回の実行犯の背後にどのような国家が関わっていたのかを。カルバード共和国、ベルヌ社製。そしてここ数日、100名近い共和国人が帝都に潜入していたことも判明しています。それが意味することは明白である。東の脅威、カルバード共和国による宣戦布告であると。そうだ、皇太子殿下や宰相が言ってたじゃないか。カルバードの連中だ。ああ、全部奴らの仕業に違いない。どうしてこんなひどいことを。叩き潰せ、やられる前に。エレボニアの誇りを踏みにじった奴らを許すな。おお、これは分からぬ。だが、何があったんだ。ランディさん、今のは。ああ、何かがあったのは間違いねえ。ウガットさん、大丈夫だ。何があってもお前のことは。始まったか。するとクロウは、もう後戻りでけへんな。ああ、我らの本懐とはいえ。私たち何に手を貸したんですの。わからぬ。だがこれがマスターの長きにわたる望み。決まっているじゃない。大いなる黄昏、つまり世界の終わりに手を貸したのさ。幻影計画の完遂と引き換えにね。最悪の事態になってしまったな。そちらはどう動くつもりじゃ。もはや事態は帝国だけにとどまらないでしょう。慎重に動く必要があります。世界を終わらせないためにも。アルティナは取り戻しました。だから聖獣か。まさか。
タイミングで思い出すとはな。七の鬼神か。クソったれな仕組みもあったもんだぜ。クロウ、あんた記憶が。仕方ねえ、付き合うか。団長。是非もなしですか。オルディーヌ、キナ・ゼクトール。いでよ、アルグレオン。抑えとけよ。まだまだですか。壮観じゃないか。起きろ、テスタロッサ。この感覚だ。やっと手に入れたんだ、あの時の力を。でもか。すごいけどちょっと違うかな。未熟者が。ミリアムも浮かばれぬわ。来るがいい、一瞬寝るか。黒の騎士。やっとお出ましか。あれがお前らのご主人ってわけか。ああ、その通りだ。いるじゃねえか、俺を圧倒してくれそうなのが。これでロッキー。残る一機はやはり。
それでは始めるとしよう、リーン。世界を絶望で染め上げる暗き終末のおとぎ話を。愛しさは裏腹牙を剥く。